明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。中澤拓也です。あなたは今年はいくつですか？29。なんで見るのかね。もう29ってか。29だね。あら、もう30なるね。もう29なの？29だよ。あ、そうなんだ。そうだよ。もう29ですよ、今年。ね、もうすぐ30代ということで。はい。お正月と言いましたらですね、はい、なんかやることがいろいろありますけども。なんでしょう、あれは何の授業ですか？国語の授業かな？書き初めとかって、ああやってましたよ。小学校じゃない？あれ国語の授業？習字じゃん。習字の授業だったんですか？習字っていうのがあった気がする。はあ、来年30ですから。はい。ここで一回ね、今年の目標をぜひ。四文字？二文字？いやもうそれは好きにすれば。ああ、OK。書いていきましょう。はい。じゃあやってみよう。ドタク。はい。はい。衝動。何これ。いや懐かしい、これさ、ツルツルの方に書くんだっけ。そうですね、それすら覚えてない。そうだっけ、うん、中澤さん、ちなみに書く言葉決めてるんですか？決まってねえな。今年1年か。決まりました。どういう意味を込めて書くの？まあ、音楽活動もそうですし、結構レースの活動の方も大きく動いてくるかなと思いますので、一つ一つの事柄において目立っていきたいなという思いを込めて書かせていただきます。参ります。はい。さあ、あなたが書いた今年の目標はこちらです。躍動。いや決まりました。どういう意味ですか？やっぱり音楽においてもレースにおいてもこう爪痕をね残していきたいなという思いを込めて、うん、躍動ですね。どうした？あの、それは、なんて読むんですか？躍動でしょ？二文字とも間違ってますね。間違ってる。え？上下とも爪痕が足りねえんだ。うん、多分ね、拓也さん、ここにね、まず章が必要です。章が必要。ね？ああ、そっか。あと、これなんですか？気持ち悪い。え、ちょっと、違う。何、気持ち悪い。お前、動く字ぐらいちゃんと書けよ、こっちは。私も自動車のどうよ。あ、そうだね。もうダメ。いや。はい、中澤さんの今年の目標は、よくわかりますね、これ気持ち悪い。これはひどい、これ。そうか。あと、地味にその足辺のその長くないですか、止めの。おい、あいつ言うな、お前。あいつ言うな。首長くないよ、いや、ちょっと待って。こっち良くない？すっごいかっこいい。いや、体調面だよ、ちょっと。いや。名前書いて、中澤拓也って。やれ。これ名前書くの俺苦手だったな、昔から。いや俺本当に確かにどうおかしいねこれね。失敗だよ。皆さん飲みますね。そうです。書いていこうみんなで。皆さん決まってですか？うん、決まってるよ。毎年同じ字書いてる。ね、起きた瞬間に新年起きた瞬間にもう思い浮かべるからね。大丈夫？あれ、上に行くんだっけ、止めって。おーす。おー、それっぽい。俺、実は習字やってたからね。キュー。
嫁の悪口ってことですか、朝起きて思うって。ダイイングメッセージみたいになってるけど大丈夫。おー、よし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 、気をつけて。はい、見せて。ちょっと待ってね。ちょっと最悪だね。違うんだよね、イメージが。なんかもうちょっとあの炭飛び晴れてる感じの、ああいう感じにしたかったんだけど。なんて読むんですか。これはあの太いです。お、なんで今年は太く生きていこうかな。お、見て、俺の名前も入ってるでしょ。どういう意味ですか、太く生きていこう。なんかもう俺ぐらいの年になるとさ、気づくと1年終わってるでしょ。お、今年はもう濃厚な太い1年にしようと。もう見ても下の方がだいぶ暗くなってきてるね。すごい。まだこっちの方が良くない？ いや、それは字として成立してないよ。いや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 、俺タオトで生きてるからね。よし、見た目行け。ここはやっぱ最後耳見た目閉めてもらわない。見た目行け。絵心のある三富さんは。そう、絵心か、そっか。そう、地心はねえかな。てか、なんか俺遠目で見ると人みたいな。だから、そうだね。撃たれてるって、なんか人が血便出したんじゃないかな。俺、あ、でもここ立つとちょっと、でも確かに漢字わからなくなります。ほら、確かに、どうだったっけ。ほら、漢字になるわ。気をつけて。ん、ん、ん、ち、あ、書き順やばくない。書き順もすごかったね、今ね。やばくない。何今の、おまけの点々みたいなの。俺の名前じゃない。え、俺の名前だよ。うるさいって。だとすると漢字間違ってるもん。左側。後で言おう。違うんだって、いつも言う。今言わなくていいんだって。いつも俺間違えられるもん、ああやって。はい、できました。いやー、なるほどね。これはいいんじゃないかな。でもやっぱそのバランスいいね。そうでしょ。うん、パッと見ね、何かわからん。いや、わからんのよ。わからんっていうか、違うんだから。違うんだって。え、何ですか。だって俺の字でしょ、それ。全然1本足んないって。いや、え、違うね、もう1本いるって。え、左って見てごらん、俺の名前。え、羊だよ。いないよ。いないよ。いるって。いないよ。なんかナメクジみたいになってる。いるって。違う、それ間違ってるって。ちょっと待って、でも芸術性は高いでしょ。でも何が。いや、芸術性で言ったらやっぱこっちの方が高い。いや、全然でしょ。いや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 、名前書いてちゃう。名前書いてね。はい、できました。すいません。飛ぶ飛ぶ。それは会社を辞めるということです。あ、はい、そっちの豆腐ね。はいはいはい。あ、なんか失格しました。あの熊谷にはついていけないと思います。はい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 。山田の今年、まあそうですね、飛躍の1年にしたいので、うん、飛ばしていきたいと。飛ばしていきたい。お、なるほどね。そういうことです。まあ字間違ってるけどね。ちょっとごめんなさい、すいません。俺ムカつきますね。ほら、ほら見ろ。ほら見ろ。字間違ってんだ。だってそれ間違ってる。サクって書いてあるでしょ。こういう雰囲気でしょ。違う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 。サクって書いてあるでしょ。だってそれ左側。え、サクって書いてある。違う、羊だって。だってそれ下に点つけたでしょ。今年もよろしくお願いします。お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタンもぜひよろしくお願いします。